ははいこんにちはラーガカーですあの先日この「GalaxyNote9」に対して KDDI のねアップデート配信とか、あのー、ストップし,てしましたよというところとまあ俺はもう結果的にその時にはストップしてたのに その前にアップデートしたんで、絶賛その不具合発生中だっていうお話をしましたよね。あのアプリを使っていると、あのふとした瞬間に固まってしまうとで、それが1日に何十回も起きるんだよ。っていうなんか、何十回も何十回も起きるんだよ。何やつって外国人の通販サイトみたいな話からちょっとしちゃいましたけど、あのそういうお話をしました。 でそれがねもともとそのアップデートの配信っていうのは5月の21日から始まっていて29日に一時ストップをしたんですよ。その KDDI の方でもその問題を確認して確認してというか認識して。 俺はその数日間の間にアップデートしちゃったよっていうところなんですけどまあそもそもでこのスマートフォンの設定としてアップデート配信されたらそれが自動的にダウンロードしてくるっていうふうに俺はしていてまああの起きたところでインストールしますかみたいなボタンあったかななんかもう起きた時にはもうそれがもうあの。 えー、反映されてるような気がするんですけどっていうものになってたんであの中の,そのアップデート内容もあんまり確認せずに今回そのアップデートしちゃったところも俺の反省点としてはあるんですけどまあ大体まあうんとはいえ普通に KDDI には検証しておいてほしかったですけどね。で、えっと、6月の5日です、えー、に、えー、無事アップデートが再開されました。 で、えー、と一応そのアプリがこうフリーズしてしまう問題も改善されたので配信を再開したというところで私もですねアップデート、えー、しました先ほどで、えー、パパッとこうこ,こ12時間かな使ってる限りだとフリーズ現象は起きてませんでなのであの一応安心かなっていうふうには思い始めてます うん、あの今まで頻繁に特にフリーズがひどかったのが公式のツイッターアプリなんですけど全然あの快適に使えるようになりましたんであの大丈夫じゃないかなっていうふうに思います。あの警戒してあの今回の,、ね、このアップデート あのとりあえず見送ってた人もひとまず安心してアップデートしてもいいんじゃないかなっていうところですあのこの動画を編集して公開するまでに何かこうまたそういう問題が起きてなければこの動画を公開そのまましてると思うんであじゃあ問題起きてないんだなというふうに思っておいてくださいはい一応そこら辺はね大丈夫になってますあのもともと あのこの更新ファイル自体が400メガを超えてるものなんで w i f i でぜひやってほしいんですけど俺の場合はすでに前回のこの、えー、一時中断のものも反映してたんで百、えー、数十メガかなだけでした。 うん、だから本当にこの不具合のところだけっていうところだったみたいですね。で、あの <laughs>、一応今回はですね、しっかりとそのアップデート内容っていうのを確認したんですけども、あ、ほら、166メガです。これ映る映るかな見える見えないよね。こなかなかね、このインカメラの方にね、フォーカス、 フォーカスをよ寄せてくれないんですよなか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 これは厳しいんで昔こうやって撮ったりしてたけど俺フォーカス寄せ,寄せてくれないです166.81メガっていうものですねであのー、更新内容としてはセキュリティ機能の改善っていうふうになってますバグのことじゃねえじゃんっていうね ししっかり書きましょう表示しの、正直にね大事なところを書みましたけどもそういうところだよ本当に <laughs> 正直に何がこういう現象の改善みたいなの書いとかないと何なんだよ本当にちょっとねちゃんとしていただきたいなっていうふうに思いましたね セキュリティパッチレベルもしっかり上がります。あの今年の5月1日時点のものになりますんであの、セキュリティ的な観点でもしっかりとアップデートをした方がいいんじゃないかなというところですね。うん、一応ね、アップデートしとくに越したことはないかなというふうに思います。はい、ということで、あのー、ちょっと短めですけど、本当にこれは Galaxy の大人ユーザー向けの動画になっちゃって申し訳ないんですけど、 あのアップデートあの再開されてそれを反映してもあの特に、えー、アプリがまたこうフリーズする問題っていうのは発生しなくなりましたよという報告でしたまた見てなバイバイ